さあ皆さんこんにちは、ダイダラですね。焼け砂砂漠でしたっけここって。でなんかね、この黄色いテープを追っているとね、地面の中に黄色いテープが埋まってたんだよ。どうしたらいいんだってところでね、なんか山の向こう側光ってるの分かりますか？あの光ってるところに行ってみようっていうのが今回の目標です。頑張っていきましょうかね。オリビアちゃん、ピカピカしてるところに謎の字を読める人がいるといいですよね。なんかね、ここのね、砂漠にある遺跡かな、遺跡には謎の文字が書かれてるんだよね。あれは読めない。誰か読める人いるかな。さあ、ブーツホイッスル使えば乗り捨てたブーツカーを近くに呼べるらしいんで便利ですねって。バイバイ。あ、焼け砂砂漠の木の実を救出率 100% だった。イエーイ、はい、これで全救出完了ってことでね。右上のところ、あの光のところ行きましょうか。町があるのかな、違う、なんだあれ、王宮かな、なんだろうあれ、むむむ、なんだろうと思う町。あーすごい、キラキラしてるなここ。ムーチョランドだ、ムーチョランドうーわー、とっても光ってますわ。ピカピカでギラギラです。すごギラでない、すごギラ。こんにちは。この先の左奥砂漠はホテルのお客しか入れないぜ。チェックイン済ませてきな。なんだ左奥砂漠って。この先の右奥砂漠はホテルのお客しか入れない。なんだよ右奥砂漠って、ね、名前が雑すぎるだろう。車をそこに止めなって。ああ、はい、駐車場ですねここに。ね、ここしっかり止めましょう。お上手ってね、はい、よく止めれましたね僕。そこは上手に止めるとコインがもらえるパーキングだぜって。マジ一回出るかもう一回くれないかな。もう一回、やばい、もう一回くれた。ちょっとこれ無限にコインが連生できる。ほら見て、こうやって無限にコインが連生できる1枚ずつ全然得じゃないんだけど、これ全然得じゃないけど、いや、さ、なんか真ん中見て、これキノコくんがいるんですよ。あそこ叩いたら落ちてこないかなこれ。ほらほら、キノコ落ちてこいよ。ほらほら、落ちてこねえわ。ようこそムーチョサンドリアへ。ここはムーチョによるムーチョのためのオアシスだぜ。ムーム、町の名前は長すぎるけどギラギラで賑わってますね。こんなギラギラなら謎の実を読める人がきっといそうですわ。この字は違うの、謎の字は読めない。この石大昔からあるらしいぜ。変な学校のキノピオがそう言ってたよ。キノピオが読めるのかな、もしかしたら。どこを見てもムーチョだらけ、それがムーチョサンドリア。キノコくんいないのかな。さ、紙っぺらがねちょっと不足してたので少し回収しましょうか。さあ、多分これで満タンになったかな。ここにヤシの木もある。ほら、ヤシの木降ってきた今。え、ヤシの木今壊れたよね、大丈夫かな。む、今なんかベル鳴ったよね。この裏とかじゃない、大体いないわ。あの上かな、キノコくん。まあいいか。さあ、ムーチョがいる。何してんのムーチョ。ん、俺は飛びたいんだ。いやー、俺は飛びたいんだ、任せろ。ダメって、だから上からピョーンって行けばいいのかな。ここら辺なんか上乗れるとこないのかな。ちょっと待ってよ、願い叶えてやる俺が。む、なんだここ。あ、裏口がある。よし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 、願い叶えてあげれる。これで優しさの俺行くぞ。優しさの台だら、飛び込めー。あ、飛び込めー、だい。あー、いっぱい降ってきた。やったぜ、飛べたな。いっぱい降ってきたし、ありがてえ。大丈夫、俺は痛いんだ、どんまい。キノコくんいる。いや、ハオー、ありがとうございます。やっとキノピオタウンに帰ることができます。私、タウンで一番豪華で大きな家に住んでるキノピオなんですよ。お礼させていただきますので、タウンに来られた際はぜひお立ち寄りください。金持ちキノコが、金持ちキノコね。アイテムいっぱいゲットです。さあ、ちょっとね、ここの分かる金のムーチョのとこに虫ついてる。こことかなんもないかな、裏手は。これだね、虫ついてんの。どれどれ、キノコくん、こんにちは。私、金ピカが大好きなんです。黄色だしな。おお、そんな感じらしいじゃあ中入ってみましょう。ここなんだろう、む、ホテル。ここはもしかして、誰もいなかったんで勝手に住んでるんだ。家賃はいらないし最高だぜ結構クレイジーなことしてるね。しかもいい部屋だよねここ見てよ、ベッドもでけえし。俺もこんな家住むわ。なあ、よろしくお願いします。何もねえしここじゃあ次、右側の家見てみましょうか。え、これ勝手に誰かが住んでる家なのかな、この辺って。なんだそれ、寝てる、大丈夫か君、生きてるぜ。
ふかふかのベッドの心地よさを味わってるとこだ。わかる。起きれないよね、ふかふかのベッドって。一度ハマっちゃうと。え、ここなんもないの本当に。なんかいかにもさ、なんか あ隠しブロック。待って、反対側なんかあるかも。ここね、なんかあるかな。でいないわ。さあ、砂漠の探索、街の続き、探索の続きやりましょうか。君もうやりたくないかい。もう飛ぶのはいいかなさて、この人、こんにちは、ムーチョさん。綺麗な水面が鏡のようで、まるでお空まで透き通って見える。ね、なんかすごいことになってるね。ここが綺麗にすっぽりはまる、見て、この位置。ね。あの、丸っこでいいやつと。こんにちは。嬉しい、楽しい、超便利、アクセサリーあるぜ。お金なくね、俺。6000、6000、6000。俺、お金500円しかないんだけど。ちょっと待って。ちょっと待って、まずい。まずい、お金貯めなきゃいけない、マジで。貧乏です。お金の貯め方してる人いたらなんか教えてくださいね。この奥になんかね、紙ペラのところがあるんですけど、出ていくんだろう。行けないかな、向こうには。こっから行けないっぽいね。さあ戻っていこうか、右側へ。セーブポイントの先行ってみましょうか。なかなかにあれだね、探しがいがあるステージですね、ここも。さあ集めた紙ペラ、なんか道中1個の紙ペラね、解放してなかったとこあったと思うんで、それもね、どこかで解放しなきゃいけないんで。お金持ち、何屋さんここね。え、旅の人、はるばる遠いとこまでやってきて、さぞかしお疲れだろう。砂漠に出かける前にホテルで休んでいったらどうだい。ホテルはどこにあんの。ホテル屋さん、これ割れそうな壺だけど。割れる、人の壺割るの好き。砂漠案内所、あー、ここでね、次何するんだよってのを教えてくれるとこで、今の。さあ、木の実ね、ヤシの実をなんか落とせるんだよね、見て、ここ、この木とかにあるやつ、ほら。でもヤシの木落としても何もないんですよね、これ。なんかたまに入ってんのかな、もしかしたら。ムーチョだらけのこの町に、最近よそ者のキノピオがやってきたんだぜ。へえ。その人がなんかさ、変な格好してたりしてる人なのかな。多分学者さんとかだと思うんだけど。なんだこの文字、全然読めないぞ。やっぱみんな読めないんだ、それ。知らないですか、そのキノコの人どこにいるか。変な格好したキノピオは古いものが大好きらしいで。へえ。変な格好したキノピオがそこのホテル泊まってるぜ。あ、ここのホテル泊まってるんだ。じゃあちょっとね、会いに行ってみましょうか。文字を読んでくれませんかって。寄ってらっしゃい、ショップそのまんまですね、ここね。 DJ キノピオの出張 DJ サービス、隣のショップがおすすめですよってどういうことや。とりあえずショップから入ってみましょうか。行き止まりや、行き止まりというか誰もいねえじゃん、ここ。なんで誰もいないの、ここ。え、お店なんも並んでないしね、ここ。待って、レジで銀行強盗しよう、銀行強盗。でもお金奪えなかったよ、俺。この木も叩いとこうかとりあえず気になるものは全部叩くっていうね。忘れないで、その気持ち。上に待って、ほら、見えて、見える、あそこハテナブロックある。あれ忘れないで、みんな。そしてここ、ここが DJ ですよ、 DJ がいるとこ。誰もいねえじゃん、なんで誰もいねえの、ここ。でもどっかになんかがいるっていう、キノコくんが。皆さん、この画面のキノコくんどこにいるか見つけましたか。僕見つけましたよ正解はよいしょ、こちら真顔すぎるだろ君。ありがとうございます。ここのお店の人、出張ばかりでいつもいないんですよ。今日はどこに出張だろう。どっか行っちゃった。こんだけか。 DJ って言ってたよね、 DJ。 音楽かけてくれるのかな、わかんないや。さあ、一個横の部屋行きましょう。次はなん、3つ並んでるけどね、2つがお店で、ここは何だろうか。こんにちは、お邪魔します。宝箱あんじゃん。どうやって取るんでしょう、出て取るんでしょう、ボン。え、マジで出て取んのあそこ横穴開いてんの見える、右上。多分ね、1個横の DJ スペースから行くんだ。だから DJ スペースのここ穴開くんでしょ。ほれ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 、いらっしゃいませ、ありがとうございました。その中に入ってるのはフィギュア、紙袋、紙ペラがいつもいっぱい入ってるやつそれをフィギュアにせんでいいな。フィギュアにするね、選手間違ってる、選出が。はい、さてさて、結構歩き回ってるわけですけど、今のやつです、紙袋ですね。何もないですね、皆様。おい、落ちてこい、落ちてこい。さあ、ちょっと一回休むか、ここで。綺麗だね、ここ。お日様がなくても、ここはピカピカでギラギラで眠らない街って感じ。面白いとこだよね、ここは。眠らない街。おいおい、すっげえでけえ木だ、これ。キノコくん、どこにも入ってないね。ほら、いないな、本当に。どっかにいると思ってたんだけど、ここにも。さあ、ムーチューさん、こんにちは。
水面の水映り込みが鏡見てて綺麗だな。ね、これなんか使うのかな、謎解きで鏡の綺麗さは。ね、さきのこくん、花だけど雑草魂で咲いてやりましたよバイバイ。さあ次、こんにちはムーチャさん。噂ではこの町はもともとキノピオの町らしい。追い出したわけじゃないぜ、俺たちが来た時に誰もいなかったんだ。ムーチョが住む前は誰もいなかった。不思議な町だったんだね。あれ、向こう側行きたいんだけど行けないな。ここ今ここでチリチリってなったんだけど、どこだろう、これかな、この穴。あ、出てきた穴。穴、ほら久しぶりだな、この穴開いてんの。マリオさん、ハンマーの使い方ナイスですね、バイバイほんとどすごいペースでキノコくんが集まってくるよね。いや、あの鈴はマジで便利だな。鈴というかチリンチリンになるやつ。イエイ。さてさて、次ですね、ここを叩いて、またなんかいるぞキノコくん。あー待って、あの木の上にキノコくんがいる。そしてでもここ通れないじゃん、金ピカの橋。階段か。謎の字は読めない、まだ読めない。さあ、キノコくんはどこにいるのか。こんにちは。いらっしゃいませ、こちらはムーチョロイヤルホテルでございます。一泊いくらですか。高そう。素敵、こんなリッチなホテル泊まってみたいです。オリビアちゃん、ちょっと待ってね、お金ないから。500円しかないからね俺。アート鑑賞と極上のホスピタリティ、それがムーチョロイヤルホテル。ねえ、ムーチョでムーチョ。いやー、なんかいいホテル、俺も泊まりたい。 GoTo したいよ、 GoTo。 そこもなんかね、ハテナブロックあって、どうやって行けばいいんだろうな。おいくらなんでしょうね、ここ。このホテルライトアップ綺麗だろ。ねえ、すごい電気代かかってそうラグジュアリーなひとときをあなたに、それがムーチョロイヤルホテル。ねえ、ホテル一泊いくらか聞いてみたいところですよね。なんで、なんか LLLL ルイージの L、 なんで、なんですかここ。そこのランプロ店はちょっと変わった商売やってるぜ。え、ルイージの店もしかして。本当に準備中、相手でないんかーいルイージくん、ルイージー、どこにいるじー、いるじー、いるじーとは。はい、あそこチリンチリンだったんですけど、まだいいかな、後で見てみましょうか。なんもねえな、ここは。ここに繋がってるのか。ここはなんか階段封鎖されてるね、めちゃくちゃ。なるほどね、戻ってきちゃった。あ、やっぱここどうにかしていけねえかなと思ったら隠しブロック発見、勝ちまんじー絶対いけると思ったんだよね、ここだって向こう側から行けなかったから。オッケー、これがね、ゲーム感ってやつですね、おそらく。パワーブロック、今チリンチリン聞こえた。チリンチリン聞こえたってことは、この辺にキノコくんがいるってことなんだけど、ここのキノコくんはさすがにわからないな、見えないし。ほら、ここチリンチリンしてるけど、こういう時はレーダー。手前この看板、あ、この看板だった、キノコくんいたのあざまーす。バトルで使える攻撃アイテムは武器より強めてしてましたか。ドライショップやってますから来てください。あ、ショップの人だった、この人。便利。これでお店使えるんだね。お金ないけど大丈夫かな。800円しかないけど、800円しかないけど。あ、フィギュア売ってる。フィギュアいくらだろう。ちょっと待って、お金がマジでたっけー、やばいって、お金マジでないんだけど。こんな貧乏な人いる、他に。吐きそうなんだけど、貧乏すぎて。いや、じゃあちょっとホテルチェックインしないと、なんか砂漠行けないらしいので、ホテル入りましょうか。ちょっと誰、マジで お願いします。500コインで入れ、泊まれないですかね、一泊500コインで。お願いします、もう皿でも何でも洗うんで。めっちゃすごいことなってる。そこ、いつも俺が座ってるとこなのにーってね。生かした BGM 聞きながらリゾート気分満喫してるんだ。楽しそう、みんな。俺も満喫したい、リゾートしたい、リゾート。髪めっちゃ水濡れてるやん、すげえな。これ DJ の人？ Hey you 乗ってるかーい。このプールいい感じで音が響くから DJ ブース作ってやったぜ。いや、レッツダンシング。こことかなんかさ、ね、歩いていけそうだよね、こうやってピョーンっていけば。ほら、ここ、うわ、ほら入れた。なんかこれなんだろうな、ここ壊しちゃおう。うわー、敵がいたんだか。でもみんな安心して、敵を倒せばお金がゲットできる、そういうことなんですよ。はい、お金持ち、300円、安いな安いな。もっと2000ぐらいくれないかな。ん、え、神の手が出てきたんだけど。ゴチじゃん。え、だってなんか謎解きもそんなしてないのに突然始まったね、え、不思議なお祭り。お祭りなのか分かんないけど、どうやって帰るんだこれ。あー、吐かせんだここ。
へい。これでいつでもこっち行けるよってやつ。あ、開けれんだこれで。オープンって。あらら、こっち繋がってんだね。これはどこに行けるんだろうか。で、ちょっとやってみましょうか、神の手。直すのかなこれ。あ、逃げるのこれ。うん。うん。よし。こうやってぐーっと水を、あ、水止めちゃった俺。あれ。悪いことしたな、なんか。え、大丈夫？怒られないかな俺。あ、入れた、ここ。話す。うん？噴水止まっちゃった、つまんねー。ま、そろそろ飽きてきたし、部屋戻るか。あ、なんか一人どっか行っちゃった。ここにキノコくんがいた。ムーチョに踏みつけられるなんて悔しいです。でもマリオさんのおかげで助かりました、俺でーす。あら、ありがとう。あ、まさかこれは？マックスハートアッププラス 10! めっちゃ増えたよ。やった。135だって体力。ガチガチやん。俺どっか取り逃しちゃうのかな、ハート。聞かなきゃね、またあの人に。水浮いてないけど、なんか気にしないやって。そっか。まあ、気にしなくていいや。こっち側行けるのかな、右側も。開けれる。うーす、こんにちは。ここなんなの？ここ整理してたら水らしいもん見つけたぜ。フロントに渡しておいたけどなって。ああ、フロントに渡したんだって。ここなんか絶対あるでしょ。こういうとこ。絶対隠しブロック。あ、待って、ここ、こっち入れんじゃん。なにここ。え、なにここ。え、あ、これかー。いや、1000コイン！うれぴよー。さあ、ここはもうなんもないのかな、わかんないけど。なんかありそうだとしたら、ハテナブロックとかがどっかにありそうだよね。このあたりとかに。このあたり。ない？なんも。ほら。なかったわ。うん、キノコくんがいますね、ここに。キノコくん！大丈夫かい？めっちゃ挟まっとるやん。大丈夫？何ですか、この騒がしさ。一体何が起こってるんです？バイバーイ。なんだかんだ言って走り去って帰っていったね。キノピオタワーに帰ってんだよね、やっぱ。自分たちの町へ。ムーチョラン、ムーチョばっかのとこやったら怖いもんな、ムーチョいっぱいで。ウィッス。ホテルの裏にあるランプロ店。なんか怪しいな、いつも準備中だし。ルイジのお店の。イエーイ、レッツダンシング！プール大丈夫か？めっちゃ回る。ヘイユー乗ってるかーい。このプールいい感じで音が鳴るんだ。これ叩いたらなんか壊れんの？ここ。この回ってるやつ。なんもないわ。止まっちゃった。謎の字が読める人はホテルにいたりしてねーっていう。さあ、目が回りそうですけど。ね。ちょ、通して、通して。通して。よし。さあ、行きましょうか、ホテルへ。一泊いくらでしょう？今、1000コインはあるよ、1000コイン。2000コインか？まあ、所持金。ホテル泊まりたいならフロントでチェックインが必要だ。マジでドキドキしてきた。いくらかかるんだろう。いくらかかるんだろう、マジで。俺、マジでそれが怖くて怖くて。今、やばい。あ、キノコくん？折った上に上から押さえるなんてひどいわ。バイバーイ。怖いよ。さあ聞いてみましょうか。おいくらですか？いらっしゃい。残念だけど今満室なんだ。なんで？ああ、私たち謎の字が読める人を探してるんです。このホテルにそんな人いませんか？ん？ああ、あんたたちあの学者キノピオの関係者か。学者は今だ外出してるけど、部屋の鍵はこっちで預かってるぜ。関係者なら同じ部屋でいいよな。ほら鍵だよ。ええの？関係者じゃないけど。そう、学者の部屋の鍵、今から泥棒しに行こう。悪いことしてませんか、これ。なんか勘違いされてるみたいですけど。謎の字読める人と同じ部屋なんてラッキーかも。でも部屋泊まれるんだったらラッキーだね。学者の部屋はそこの階段上がって2階の突き当たりだぜ。ゆっくりくつろいだらいいんじゃねえか、まあ、くつろいでたら来るのかな。意外と早く謎の字の人に会えちゃいそうですわね。意外と楽勝だったね、砂漠も。砂漠もってまだ砂漠来たところで何も始まってないんですけどね。でもね、僕は2階上がれって言われたらまず1階を探索する。そんな男ですね、皆さん。こんにちは。待って。これホテル全部の部屋入れんじゃねえの？ほら、宝箱だ。やったー！パズルトレーニングマシーン。このパズルマジでむずいぞ。へい、こんにちは。何してんの？サーフィンも開けたし、今度はトランポリンだ。あー、この人あの人か。この人あの人ってね、サーフィンしてた人だ。ね、池で。それで、あ、鍵開けたら、宝箱取れるみたいな感じかな、多分。このホテル、壁画が売りらしいぜ。元の建物に書かれたものを勝手に売りにするなんて商売うまいよなーってね。なるほど。もともと書かれてた壁画をそのまま再利用して、ここのホテルはできてるって感じなんだ。入ってみましょうか。でっかいなんか、八頭身みたいなキノピオくんがいたよね。おー、壁画埋めちゃおう。ほい。ほら、なんかでかくて気持ち悪いけど、謎の字は読めない。いずれこれ読めるようになったらね、全部見るのかな。
やけに隣がうるさいな、何やってんだ。トランポリンしてました、トランポリン、ベッドトランポリン、こんな感じ、ベッド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 トランポリン楽しいよね。でもほどほどにね、みんな。ここは辺はもう何もないかな、こういうとこ。いいな、ホテル泊まりたいな、俺も。今ずっと家にいるからね、ちょっと俺ホテルの朝ごはんが好きすぎて、毎食食べたいんですよね、ホテルで。別に観光地行かなくてもいいから、ホテルで飯食ってたいわ。よし、こんにちは。うっ、ここは誰かの部屋の鍵。鍵が開いたけど、あれ鍵開いちゃったけど、もう開いちゃったからそうかもってあれなんで開いたと今適当にやったんだけど。あら、わーい、私ホテルにお泊まりなんて初めてですわー。素敵なベッド、赤いシーツなんてあったなー。おいえーいじゃないけど、ゴロゴロしてる。こんなはしゃいでる場合じゃなかったですわ。さてさて、学者先生はどこに行っちゃったかな。どこに何か手がかりとかないかしら。そう、手がかり、なんかテーマ、ここに本が置いてるけど。丸月バツ日、砂漠をくまなく調査した結果、ついに古代人の手がかりをつかんだ。丸月バツ日、古代人発見の鍵となる秘宝、太陽光を手に入れた。太陽光、ほうほう。ホテルのフロントの交渉の末、どうにか譲ってもらえた。ムーチョにあの価値がわかるのか。丸月バツ日、準備はすべて整った。太陽の祭壇へいざ出発だ。太陽の祭壇行ったのかな。これに行き、 G ばっかりで私には難しすぎるけど、学者先生は何かをもらってどっかに行ったみたいな感じ。なんか太陽のマークがあったとこあったよね、確か。最初の砂漠みたいなところの右上だったかな、確か。あの辺りに確かなんかあったと、お香みたいな炊くところがあったよね。あの辺に行けばいいのかな。ここだけ木がないけど、なんか出てきた。虫だー、イエーイ、キノコくん。壺の中で寝てました。モーニングコールありがとうございます。もう何も出てこない。モーニングコールじゃないんだけどな。ウィスー。さあ次、ムーチョくんだ。こんにちは。古代史で何？隣の部屋からよく聞こえてくんだけど、壁薄くないっすか。さあこれはなんだ、トライフォースみたいな、ピラミッドの形かな。なんだろうね、これも不思議な不思議な模様でございます。うん、壁ドンしといたるわ俺が。ねえねえ、違ったんだけど部屋。ねえねえ、1階でしたよ。あ、そうね、湿気湿気、2階はスイートルームだったわ。でもスタンドロードルームをくつろげたろ、ムーチョロイヤルホテルだからな。あ、ね、そういやこの間学者にねえ、あるもん譲ったんだけど、実は同じもんがもう1個あるんだよ。ほんと？関係なら欲しいだろ。オラが持ってても意味がないから、あんたらにあげちゃうわ。やった、太陽光もらっちゃった。またポカポカした太陽の匂いがするお香だ。どこで使うのかなーっていう。ラッキー、学者はそれを持って喜んでどっか行ったぜ。もし泳げるなら迷子にならないよう砂漠の案内所に行ったらいいぜっていう。了解了解。じゃあ2階のスイートルームもちょっと見てみましょうか。なんだよ、2階から見たらよかったの。むしろむしろ、なんだこれ。うわー、何これ、壁いっぱいに絵が描かれてますわー。でもなんないでしょ、漫画かな。うん、なんかイラストが全然わかんない、謎の字が描かれてます。学者さんに見てもらったらわかるかしら。これ なんだろう、4人同時に目薬刺す機械。あのトゲの先端から目薬が出てくるみたいな、4人同時に刺せます。画期的な発明ですね。うん、やっぱこれ1人で使った方がよくねえかみたいなやつかな、多分。違うな、マジで考えるとあれだ、あのキノピオの像だ、でっかいやつ。これなんだろうね、目からなんか光が出た。でこれが鳥だね、火の鳥。今回の神様かな、これが。そしてなんかでっかいキノコくんと周りに群がるよくわかんないやつ、謎の字は読めない。さあスイートルーム入れんのかな。おいえーい、開かない。やっぱダメなんだここは。これ何なんだろうな、このイラストは。まあこれもいずれ解明されていくんでしょうね、おそらく。おし、それじゃあ皆さん、じゃあ今回ここまでにしましょうか。今回も探索回ばっかでしたけど申し訳ない。とりあえずストーリーも多少進みましたね。太陽光ってのをゲットしましたので、これが失われた太陽を取り戻すきっかけとなるんでしょうかね。次回ちょっと街の案内所に話を聞いて、学者さん追っかけていきましょうか。また見てください。チャンネル登録してない方はチャンネル登録や高評価もよろしく。おつぼよ。